イドル戦国時代を生き抜くために、真っ白なキャンバスの成長を応援する番組、白キャン応援委員会。皆さん、最近成長してますか？イエーイ。さあ、始まりました。真っ白なキャンバスのアイドルとしての成長を応援する番組、白キャン応援委員会、応援を務めますお笑い芸人の赤もみじです。お願いします。はい、そしてこちらに勢ぞろいしているのが、白キャンこと真っ白なキャンバスの皆さんです。お願いします。はい、ということで、いきなりなんですけども、質問です。お、皆さんね、これこれとこれ、それ、うん、どっちが高いか分かります、うん、これ高いと思う人手挙げて。はい、それが高いと思う人手挙げて。はい、はい、実は僕のこれ1000円ぐらいですで、皆さんが、6万円です。はい、はい、ということでね、そんなにするの。ということで、一流のアイドルになるためには、はい、物の本質を見極める力が必要です。その通り。なのでね、今ちょっとまあパッとやりましたけど、うん、小野寺さん、ちょっとアイドル失格ですね。うん、15万ぐらいかと思います。これがこれ。でもさ、見せかけてあるじゃん。何や見せかけにもならんやろ俺の時が見せかけっていうか、坂田さんがつけるとめっちゃよく見える。あ、そういうことね。気分一気に良くなったわ。立て跳ねながら読めやもん。でもまあまあ見極めていただこうかなということでね、はい、今回の企画はこちらです。はい、これとそれ、どっちが高い。イエーイ。ルールは簡単です。値段が大きく違うこれとそれのどちらかが高級品かを当ててもらいます。はい、当てたら20点、間違えたらマイナス20点となります。おわ、現在ね、後ろにちょっと得点が貼られてあるんですけども、はい、1位が、まあ、小野寺さんの85点で、はい、一番下が、麦田さんですね、30点なんでね、これで決まりますからね。次回の、甘口企画は辛口企画がのロケをどっちが行くかは決まっちゃうんでね。はい、それでは一品目からいきましょう。はい、一品目はこちらです。梅干し。もう分かんないよ。目の前にね、2個並んでると思うんですけども、うん、どちらかが高級品、うん、どちらかが普通の梅干しとなっております。なるほど。梅干し好きな人いる？あれ結構いるやん。鈴木さん好き？はい、カリカリ梅。ああ、カリカリじゃないもんな。こういうタイプの梅あんま食べへん。え、食べます。あ、食べんねや、自信は。でも、うん、自分だと安いのしか食べないから。なるほど。あ、じゃあいつも食べてるやつと違ったら高級品の可能性があると。あるかも。なるほどね。橋本さんもよく食べる？よく食べます。結構高いの食べてる？いや、安いのしか食べないです。あ、じゃあまあ、もしかしたら基準になるからね、それも。おお、同じ味だったら安いって思います。かもしらんし、どうかわからんけどね、うん、それは。で、浜口さんが、うん、梅干しが食べれない。はい、食べれないです。どうすんねん。いつもお弁当とか載せたら、メンバーにあげたり。あ、そうなんですね。なるほど。まあ、ちょっと食べれないのは仕方ないからね。まあ、香りとか。香りとかね。まあ、その味覚以外の情報で当てれるように頑張ってください。はい。はい、制限時間は1分以内となっております。はい。それでは、スタートでーす。いただきます。まあ、味わってね。うん。1分やからね。1分やで。もうパクッといっちゃっておいしい、うん、最初に香り、鈴木さんみたいに香りを最初に嗅いでねとかもありですよ。わ、うん、わ、どう、どう、梅の匂いだ。梅の匂いや。小野寺さん、どう？わかりました。わかりました。答えが、はい、ほんまかそれでは10秒前です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、終了。終了。置いてください、お箸を。置いてください。終了って言いましたよね。聞こえましたか？はい。あ、聞こえた上で。はい、それでは皆さん決まりましたかね。はい。世の中で決まりましたか？決まった。それかそれかで答えてもらっていいですかね。それでは皆さん一斉にお答えください。どうぞ。せーの、それで。ちょっとわからんかったな。わからんかったな。どっちや？うん、どっち？端っこから行くか。麦田さんから。お、これ、これかな、これの方ね。高いってことですね。そうですね、高級品の方を指さすんでね。はい。そっちの方が高いと。高い。これの方が高いということで。はい。おー、西野さんは？そ
それです。それの方が多分。あ、逆の意見ね。なんかこっち単調な味したんですよ。うん、なんか蜂蜜みたいな、よく食べるような、なんかあの梅干し、なんかお菓子のあるじゃないですか、種抜いて、なんかそれの味にすごい似てて、でもこっちはなんかわかんない、あの外れたらすごい恥ずかしいけど、なんかカツオみたいな、そういうの感じた味も、なんか結構複雑な味して、すごいな、なんか濃いなってちょっと。なるほど。これ私外したらめちゃくちゃ恥ずかしいですよ。だいぶ恥ずかしいけど、長く語りましたもんね。それでもいいと思えるぐらいそれやと思ったよ。小野寺さんは、それ、おで、和津さんも、なんかこっちはなんかただしょっぱいみたいな、おなんか単調な感じがして、ね、こっちはなんか旨味とか甘み、同じこと言ってる、同じこと言ってる、そうだよね、まるまくりやんか。こっちは旨味とか甘みが来ました。ああそう。次橋本さんどうですか、違どっちですか。あ、こっちです。これなんか違ったら申し訳ないですけど、これはなんかよくおにぎりに入ってる味がする、家で食べてる梅干しの味がして、うん、こっちなんかずっと食べてたらどっちも美味しいなと思ったんですけど、うん、一口食べた時にポッってなったから、うん、こっちかな、はあ、うん、まあどっちが好きかで選んだみたいな感じ、はい、はいはいはい、うん、次浜辺さん、はい、あ、これもうほぼ犬やもん、ね、どっちが高級かっていう匂いだけで、ね、匂いで、自分の時にこっちの匂いの方が好きだったから、好きな匂いやってるな。次鈴木さん、どっちですか。これ、これの方、これめっちゃ食べてない。めっちゃ食べてないやん。それの方を完食してるけど、これで合ってる。これでいい。種見たくて。あ、種、お、え、すごい、そんな見方あんの。種で高いか安いか分かる、分かんねや、分かんないです。見たかっただけなんだ。すごいね。じゃあ行きましょうか、はい、正解ですね。答え合わせいきたいと思います。はい、正解はそれです。やったマイナス20ポイントとなります。はい、橋本さんなんか要おにぎりの中に入ってるみたいな、そのボンボンやんか。家で食べてる、多分梅干しがいいやつだと思う。多分、うん、これ結構なんかご飯に合う味してる。あ、なるほど。はいはいはい、橋本さんのじゃあ、ね、家はもうお金持ちだよ。お金持ち、そうやっぱり稼いでるのよ。そして高級海苔はなんと1枚23円。いやー、4倍の違いが生まれます。こちらも1分間となりますので、はい、それではスタートです。いただきます。はい、ちなみにもう分かりました。え、嘘やん、すごい、食べずに手つけるの、手つけてない。え、じゃあもう食べへんの。西野さん食べたい。食べえや。自分でなんか首絞めてるよ。食べたらええやろ。でも見た目で分かる。まあ見た目で分かる人も恥ずかしいけど、みんな香りとかはどう、大丈夫、パクパク食べてるけど、うん、もう分かんない。美味しい。美味しいな。分かった。え、分かった。海苔だけを食べるっていうのもなかなかね、いいからね。ないもんな。麦田さん、海苔もう片方完食したの。食べました。食べました。すごいな。お腹空いてた。お腹空いてたな。何も食べてなかったもんな。はい、終了。結構分かった。どう、美味しかった。美味しかった。まあ美味しいわな。浜辺さん食べれたね。やっと食べれました。どう、味わかった。家で結構海苔だけ食べてるんですよ。マジで。だから、あ、これはいつもの味だっていうのが。ああ、そうですか、うん、なるほど。ああ、じゃあ麦田さんからちょっと聞いてみようかな。麦田さんも全部食べた。あ、食べました。で、麦田さん予想はどれですかね。これです。これ、これの方。ああ、これの方ね。で、次西野さん、はい、西野さんはどっち、これかそれかどっちですかね。これです。これ、お、理由は、あの、私最初は見た目で分かったのは、うん、なんかこれよく見ると、うん、なんか線が入ってて、うん、あの、ちゃんとなんかちゃんとなんか細い、なんかあれじゃないですか、あの網みたいな、そう、それでちゃんと干したのかなって、うん、し、なんか味は、うん、味はこっちの方が結構上品な感じがしました。あー、すっきりしてて、で、こっちはなんか味みたいな、なんかめちゃめちゃ濃かったんですよ。主張が強かったんや。主張が強くて、うん、そうよね、見た目も味もちゃんと確かめた上でこっちだなって思いました。なるほど、は
まあ、前回当ててるけどね、今回外したらまた恥ずかしいね、また恥ずかしい、うん、また恥ずかしい。次じゃあ小野寺さん、どちらですかね、はい、これはこれで、お、うん、なんか縦の線が入ってて、じゃ全部コメントパクるやろなあ、そうです、本当はなんか厚か、厚みがありました、厚み、上品な味がしました。パクんなよ、オリジナルくれよ順番変えるでしょはい、次はじゃあ橋本さん。私もこれなんですけど、これ、なんかそれの方が横浜のお土産でいただいた味付け海苔と全く同じ味がして、おなんか、あの、出川さんのそれが安いって言ってるのね意味わからんねんけど、高級って言ってて、それの方が出川さんのって言ってる、あぶね、私食べたことあると思ったんですよ、あいつさらう言っちゃうからなで、こっち食べたことない味したから、こっちかなって思いました。あー、そういうことね、ね、こっちが食べたことのない味って、つまり高級じゃないかという予想ですね、はい、その青い方が悪いわけじゃないもん、悪いわけじゃない、こちらが例えばこっちの方が好きです。あ、なるほど、好きなのはこっち、あ、なるほど、すり寄ってきたけどな、言わさぎだな、はい、続いては浜辺さん、はい、どっちもこれです。あ、これの方、これの方、みんな今のところこれの方、なんかどっちも美味しかったんですけど、うん、こっちはまず見た目からなんか見たことあるなって思って、見たことある、やっぱ目でね、はい、それも重要ですからね、うん、あ、次じゃあ最後鈴木さん、自分もこれ、これ全員これや、理由なんか、あとこっちはパリパリ、うん、パリパリしてて、うん、こっちはそんなパリパリじゃなくて、あとなんか海底の味がした、海底の味、磯の香りとかね、言い方ありましたよね、海底の香りは、なんか磯の香りがした、ね、え、その香りがした、はい、それでは、はい、結果発表でいきたいと思います、はい、正解は、はい、これです。やったー、これで全員20ポイント全員正解、やっぱこれちょっと分かったか、分かった、さすがに全員分かってたもんね、うん、なるほどね、いやでも結構舌がもう敏感になってきたというか、うん、もう分かるようになってきたんじゃないですか、研ぎ澄まされていってるよ、うん、はい、じゃあ次行きましょうか、ラスト問題、白キャン応援委員会、次は、お茶です。お茶、緑茶ですね、普通の緑茶、はい、普通の方ですね、うん、は 1g 大体5円ぐらい、 1g で5円で、高級茶葉はなんと 1g 25円です。うわ、5倍やグラムっていうのは茶葉がってことですか。そう、茶葉の 1g、 そうですよ、これグラムだったけどお湯に溶かしたものじゃない、うん、そんな条件それは高すぎるからでも結構高いよこれは、うん、だって 100g ぐらいで売ってるやん、大体茶葉って、うん、で、2500円とかだから結構な値段する、確かに、うん、自分だと変わらないから、これってどういう風に入れたの。急須で入れてるよね、急須で、うん、ちゃんと急須で入れさせていただきました、うん、なるほど、あ、まあ、情報が欲しかったよね、急須ってなんかすごいちゃんと角度があるんですよね、え、そうなの、ちょっと待って、お茶ガチ勢多すぎる絶対外すなそれでは制限時間は1分間となります、はい、それではスタートです、スタート、まあね、普段ね、確かに緑茶っていうとあんまのないよね、急須で入れることもあんまないもんな、すごい、鈴木さん、鈴木さんどうですか、どう、分かんないです、分かんないはい、あと10秒です、はい、はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了、楽しい時間でした、楽しい時間やった、皆さん置いてくださいね、ポップコーンはい、それでは、麦田さんから聞いていきたいと思います、はい、これとそれどちらでしょうか、それの方、それの方が高級ということで、なんか理由は、なんかすごい苦すぎて飲めないから、はあ、なるほど、逆にそれの方が苦すぎて飲めなかったと、硬
そうだなって思う。なるほど、確かにね、はいはいはい、じゃあ次西野さん、はい、私もそれです。それこっち濁りがすごくて、うん、なんかちゃんと見たらなんか結構なんか、うん、いろんななんか、うん、葉っぱのカス、どんどんバカになっていった。どんどんバカになっていったな。カスちゃうが、はい、落ちてるから、葉っぱのカスなんて言わないでほしいわ。どんどん言わないでね。普段飲み慣れてないと言ったら、飲み慣れてないから、うん、の方が高級じゃないかということで、うん、次小野寺さんどちらですかね、これとそれ、はい、それです。それそれが高級と、うん、なんかこっちはマスに受けるっていうか、マスに急にどうしてん。小野寺さんどうした、どこで覚えてんそんな言葉。じゃあの大衆に向けて作られた安価なものかなって。経営学分からんの。みんなが好きな味みたいなことなんだな。あ、それの方が高級じゃないですか。はいはいはい、今のところ3連続ね、それ。はい、次は橋本さん、どちらですかね。私もそれ。それ、それ、こっちの方が苦かったっていうのもそうなんですけど、なんかこっちのやつはみんななんか飲む前、めっちゃ沈んでたんですよ。で、こっちは誰も色変わってなくて、なんか安いのかなって思います。あー、その濁りで、濁りが、やっぱこれで違かったらめっちゃ恥ずかしい。でも私緑茶好きじゃないから大丈夫。大丈夫。そんな予防線の張り方ないから。え、苦くて飲めないんです。あー、でもまあ苦手なりに、まあまあこっちが高級じゃないかってことですね、それの方が。じゃあ次、ハオイさん、はい、どちらですかね、これかそれか、高級の方。これ最後のやつですか。これ最後の、これ最後の問題やで。これにします。これで、おぉ、理由は。え、なんかどっちの捉え方もできるっていうか、こっちはなんかその茶葉があるから高いかもしれないけど安いかもしれないから、なんかその全通りやから、そんな言ったらみんなそれでやってる。こっちは高いかもしれないし安いかもしれない。全部やから、これにかけますよ。あ、まあ、でもどんな感じでちょっと高級っぽかった。あ、まあ、なんかどっちも美味しかった。まあ、スシローの味がします。スシローの味、マスに受けそうな。マスに受けそうな。大衆ブーム。そういうことですね。で、これということで、はい、鈴木さん、はい、どちらが高級だと思いますか、これか、それ。僕結構こだわってたもん、村さんにもう急須で入れたんですかって聞いたもんな。めっちゃ分かんなくて悩む。おぉ、決めかねる。でも匂いはこっちの方がなんか変わりました。はいはいはい。でも、なんかおばあちゃん家行った時に、うん、いいお茶っ葉で、うん、急須で飲んだ時、やっぱ苦くて、うーん。思い出エピソードを話そうじゃないから。まだ悩んでるの。高級茶葉を当てようやからな。あと決めちゃう。いけ、いいよ。5、4、3、2、1。ああ、こっち。ああ、それの方ですね。で、あとは、浜辺さん以外がそれ。それ、浜辺さんだけこれということです、ね。当たったらすごいね。当たったらすごい。さあ、まあ、どうなるんでしょうか。それでは、答え合わせにいきたいと思います。はい、正解は、これです。騙されずに高級な方を選んだと。なるほど、これはね、わざとスタッフさんがこっちだけすごい濃くやったとかじゃない。いや、そんなことない。同じグラム数でやってる。そう、うん、やっぱこう雑味とか、うん、こういう甘みみたいなのが変わってくるのかもね、もしかしたら。いや、確かに雑味って言われたらこっち全然ない。あ、そうやろ。そっちの方がやっぱマスにやっぱ浮き上がるから、それ。でもお茶苦手だけど飲めるからそうなんだな。あ、やっぱ高いけど飲めるから。高いって言われた途端急に高い方を褒め出しますね。ということで、ハモリさんが20ポイント獲得で、はい、他の皆さんはマイナス20ポイントになります。シロキャン応援委員会、3回にわたって行われた対決企画の総合得点を発表したいと思います。はい、こうなりました。せーので出してください。せーの。
よし、麦田さんから、10点で西村さんが55点、小野寺さんが105点、橋本さんが35点で浜辺さんが75点、鈴木さんが35点ということで、はい、どうなったんだ。1位が小野寺さん、小野寺さん、小野寺さん1位です。105点、3桁、すごいやん。この対決3回やりましたけど、うん、全部上位に食い込んでるんじゃないでしょうか。すごいよ、総合力がすごいんじゃない。やったかわいい、すごい。で、2位がゆりな、浜辺さん、やったー、ゆりとなりました。ダブルチャレンジ、これやったー、これでかかったな、これすごいね。今回の企画で逆転して浜辺さんが2位、すごいですね。そして3位が西野さんが、3位が西野さんです。すごい、55点、まあ、西野さんもね、ずっと上位にいましたからね。まあ、ちょっと納豆でやらかしましたね。納豆最下位やったけど、でもここでやっぱ戻ってきたというか、はい、すごいっすね。ということで、今回は1位、2位、3位、小野寺さんと浜辺さんと西野さんが大きく成長した上位チームとなります。なので、甘口企画となります。やったー、すごい嬉しいっすね、はい。そして、残りの回3名はあまり成長できなかったということで、うん、残念ながら単独企画となります。待って、反応ない。いやいやです。やめとく、やります。おいいやん、根性あるやん。麦田さんどう、単独企画になっちゃったけど頑張ります。頑張ろう、頑張ろう。そうやな、橋本さんも単独企画になっちゃったけど、うん、はい、ちょっとにぎやかにできる。確かにね。はい、ということで、それでは今回のシロキャン応援会はここまで。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。シロキャン応援委員会。